ポール・サプスフォードはニュージーランドのサウスランド・インバーカーギル出身の元ラグビー選手、司会、オールブラックスに選ばれており、1976年に7試合に出場している。1977年にはイングランドへと移住しており、地元のクラブチームやミドルセックス州の代表としてプレーしていた。また、時折ニュージーランドにも帰省していた。2009年、 毎年クリスマスに訪れていた、おはうこにて、義理の息子と共にジェットボートの事故で亡くなった。ジェットボートごとがんへぶつかった、彼は、ひどいうち出血で病院に運ばれたが、12月29日の、早朝亡くなった。X、オールブラック・ポール・サプスフォード・ダイズ・アフター・ジェット・ボート・ミス・ファップ。ザ・プレス、h t t p w w w s t a f f g o n z t プレス。 ニュース、320万1398、X オールブラックポールサプスフォードダイズ、アフタージェットボートミスハップ2010年1月23日、閲覧。フォーマーオールブラックダイズイントラジックアクシデント。オールブラックス公式サイト。 http://www.allblacks.com コロンススララッッシシュュスラッシュインデック .cfm レイアウトイコールディスプラヌズニューザーティコルイコール118982010年1月23日閲覧ボートアクシデントキルズプロップ ラグビー 365http コロンスラッシュスラッシュ www.rugby365.com スラッシュオールニュース NBCNZ ニュース 214340HTM2010 年1月23日閲覧ありがとうございます